ヤンゴン総合病院は、ミャンマーヤンゴンカンク・ヤンゴン市にある、公立総合病院である、14ヘクタールの敷地と1500床を保有し、ミャンマーで最大規模を誇る、1899年会員。ヤンゴン総合病院は、3つの内科病棟、3つの外科病棟、1つの外傷、整形病棟、24の専門家で構成される、 病院はさらに救急救命部門も運営しており、内科、外科治療、外傷治療を全般を行っている。病院のスタッフは医師300名、看護師400名強。ヤンゴン総合病院の建物は赤レンガに黄色の装飾をあしらったビクトリア建築様式で知られ、ヤンゴン第一医科大学、ヤンゴン看護大学、ヤンゴン医療補助科学大学の 第三者医療研修病院となっている。さらに病院は、ミャンマーの他の病院と同様に多くの基礎的な医療機器が不足している。治療費は名目上無料ではあるものの、実際には薬や治療にお金を支払う。しかし、ヤンゴン総合病院はミャンマーでトップクラスのスタッフを揃えているという点において、他の国内の病院に抜きで出ている。1900年代に建設された。 病棟ヤンゴン総合病院は、イギリス植民地時代の1899年に342床のベッドを持つラングーン総合病院として開院した。3棟のビクトリア様式の種病棟は1905年6月6日に落成。第二次世界大戦後は改修が行われ、546床に収容数を増加した。1964年、 新たな専門家病棟を増築し、収容数は1500床に拡大した。病院棟は1988年8888 88、民主化運動の際の主要な虐殺地の一つとされ、反政府運動に加担したとされる負傷者が、ビルマ軍によって殺害された。病院棟は観光することはできない。また1988年8月24日、 アウンサン・スーチーはこの病院で最初の演説を行った。今日、この病院建築はヤンゴン C さんに登録されている。ヤンゴン総合病院は24の専門家と後の診断家を持っている。ヤンゴン総合病院はヤンゴン第一医科大学の主な研修病院である。ヤンゴン看護大学やヤンゴン医療補助科学大学からも学生が看護や医療補助の研修に来ている。 ABCDE、ヤンゴンゼネラルホスピタル、ヤンゴンシティデベロップメントコミッティ、ital, committee. 2009年1月2日、閲覧。ヤンゴンゼネラルホスピタル、サージカルインプラントジェネレーションネットワーク、ital, 2009年1月2日、閲覧。ユーディパートマンズ、ヤンゴンシティデベロップメントコミッティ、committee. 2009年1月2日、閲覧。ティーチングプログラムスアットユー。 ヤンゴンシティデベロップメントコミッティ2009年1月2日閲覧ありがとうございます。